石場石場石場総理だぴょーん。はい、どうも。カッパ園長です。なんかちょっとだいぶ無理矢理になってきちゃったな。<laughs> なんかね、ほんと声腫れなくなってきちゃいましたね。ちょっと大丈夫かな今日最後までいけるかな。うん。なんか石田、石,石田さんじゃねえや。<laughs> どっちでもいいんですけど。なんかね、この元防衛省コンビ。 稲田朋美さんと石橋茂さんとなんかこの元防衛省コンビでなんかねこの歓,迎歓迎会じゃねえななんだあ稲田朋美さんの「とも美座スペシャル」テレビ番組かこれ講演会って言ってるからなんかそういうんなんだろうあの芸能人でいう、えー、あなんて言うんだっけほら あ、ディナーショーみたいな。まあなんか、あれかな。ああ、資金集めのこのパーリーみたいな類のやつなのかな。ともみザスペシャルっていうのがあるんだって。で、それが29日、今日か。今日の午後2時。あちょうど始まったばっかりですね。<laughs> 何この嫌なタイミング。<laughs> まあこれ撮ってんのちょうどね、この2時。ちょうどジャスト2時ですね。今日の午後2時からこの今、今まさにね、 ともみ座スペシャルが開幕した開演ねうんはって感じでしょでそこになんかスペシャルゲストでねこの石破茂さんがだからもう防衛省コンビですね防衛省元防衛省が元防衛省を呼んだみたいな講演会を開催中ってことらしいですえどうでもいいですか <laughs> 確かに稲田さんって地元福井ですよね こ福井県でやってるのかな、なんだかよくわかんないですけど、えーでまあ、その告知、案内文かな、このツイッターかなんかのね、ともみ座スペシャル開催しますよと、えー、今日二29日の午後2時からですよと、えー、対談形式でさまざまな質問にもあ答えていただきます、スペシャルゲストで元防衛大臣の石破茂先生をも招きしていますんでって、 皆様のご来場おお待ちしておりますははいいさんまあなんかさ、ねまあ、無料なのかあの、まあ、フリートークライブみたいな感じなのか、ね、それともあのあのタウンミーティングみたいな感じなのかそれとも普通にあのディナーショーみたいに、ね、1人5万とか6万とか取ってるのかなんだかよくわかんないですけどもね。うん 何にせよさ、ね LGBT の始末つけてくれよ。<laughs> 本当それですよね。ああ、一応調べたらなんかポスターみたいなのがあったんで、ともみ座スペシャル。なんか入場は無料らしいですね。グッズとか売ってんのかな。今 <laughs> これなんか主催がね、この稲田ともみさんの、えー、講演会のこの女性、女性部、女性大会って書いてあるな。うん 主催が稲田東美地区講演会女性部会だから地元、これ福井県でやるみたいですね、うん、今日のだ今さっきですね午後2時から会場は1時半 JA 福井県福井中央支店大ホールどのぐらいのこの大ホールなのかよく分かんないですけどもまあなんか石橋茂さんがねスペシャルゲストで、ね、いらっしゃるんだってへえ へーですよね。だからまあ、防衛大臣でしょ、自民党政調会長を歴任した2人の対談ですよって、でも石破さんもさ、確かに防衛省をやられてるときは、そんなに今みたいになんか、ね、変な感じには思えなかったんだけどな、何がきっかけだったのか知らないですけどもね、うん。まあ、2人のね、えー、元防衛大臣がね、 なんんかやるんだってさ行 <laughs> ける人、どうでしょうあなたは <laughs> 福井にお住まいの、ね、地元の方ですかね。うんまあ別にいいんですけど、ね、うんやることをやってくれればねどこで何をやってても全然構わないんですけどね。うんそれでも石破さん相変わらずね日本のこの半日クソマスゴミ調べではありますけども、ね、次期首相候補筆頭ですからね毎年筆頭ですよね。うん ななんだろうな稲田さんは最近ますます反日売国ねこのコビカンコビチュはあんまり出てきてないけど、ね、反日売国の癖してなんかこの保守を語るっていう、ね、日本社会日本国内をさ、ね、日本社会をこの分断混乱させるようなことばっかりやっておいてねうんそれで保守とはみたいな自民党こそは保守政党うんぬんかんぬみたいな。 星は寛容でどうこうとかってね適当になんかこの,あの人のセリフのなんかいいとこ取りみたいなことなんかこの間もなんか言ってましたけどねうんそうですかなんか2人でこの神道を立ち上げればいいじゃない新しい <laughs> ねうんあある意味これか「パヨ界隈の夫婦漫才」このね夫婦漫才って書いて「 オト漫才って読むんですよね、うん、<laughs> まあなんかある意味そういうねこのそういう意味ではなあ最強最強最悪最強の2人かどうかも知らないですけども、うん、とにかく別にいいんですよ、ね、いつも言ってる通り、ね、この保守でもリベラルでもさ右でも左でも中道でも何でもいいんですけども日本のことを最優先に考えて、ね、まず日本えだって日本の政治家だったらさ ね、その政治的なスタンスがどっちだろうがあのまず日本のことを、ね、日本最優先でとにかく日本最優先でっていうのが普通じゃん、うん、もうことごとくそうじゃねえやつばっかりだからまあ、なんか安倍さんの時にね、このんん後ろから、ね、背中から打ち込んでくる、ね、そういうい石破さんをこのゲストなんだろうもう、本当ね。 どううしよよもないよない <laughs> でもあれでしょ稲田さんは稲田さんでそんなこの安倍さんのこの後継者を自称してるんでしょこの人うんだからどうせだったらほらねだから元防衛省トリオってことであの岩屋さんも呼んであげなよねこのレーダー照射、ね、レーダー照射でこの韓国,、ね、の韓国軍当時のこの国防部長官んなんつったっけなもう名前忘れちゃった。顔は浮かぶんだけどさニコニコなんかこのヘラヘラ薄笑いしな浮かべながら握手して ね、うんでもうなんかもうえもうこれ以上追及しない、ね、真相究明とかなんか事実なん,かそうなんか追及かけないっていうなんかそういう宣言した時もなんか岩屋,さん的岩屋さんの時でしたっけもうちょっと後になってからだっけなそれに対してコメントしただけかなうんあんなことを堂々とやられておいて ね、なんかもう安保、ね、なんかもう防衛協力とか普通ありえねえだろうと思うんですけどね。うんまあ、だからほら、ね、元防衛省元防衛省トリオでなんかあの笑えねえからだめか、<laughs> 本当に。まあいいや、今更さら事故に何も期待も何もないんでね。うん 選挙でねこの終わりに引導を渡してやりたいですな坪井民党にノーということで、えー、今回は以上です